皆さんこんばんは。全国外国人雇用協会留学生就職学院の大田千佳です。ただいまから第2回有力企業就職ライブを開催させていただきます。留学生就職学院ではですね、有力企業就職フェアというイベントを毎日開催しています。これはですね、東京で開催していますので、遠方の方がご参加しにくいとかですね、あるいは昼間の時間帯なので参加できないとかいう声をいただいてましたので、今日からライブというか、まあ、オンラインでね開催させていただくことになりました。でリアルの方のイベントでは毎回20社から30社の外国の方を今すぐ雇いたいという企業さんの求人情報ですね、これをご案内させていただいております。でその中から皆さんには1社選んでいただいて面接にチャレンジしていただくという流れになります。で、オンラインの方はね、20社30社とはちょっとできませんので、その中からいくつか選んでご紹介をさせていただくことになります。でこの第2回では大阪に、企業の社長さんがいらっしゃると案件をピックアップさせてもらいましたので、大阪会場に近い方はね、ぜひ、最後までご覧いただいて、最後に申し込み方法をご説明しますので、ぜひお申し込みを、していただいたらいいと思います。この有力企業就職ライブはですね、毎週日曜日の8時から、オンラインで、配信を始めます。で毎回3社から6社求人企業をご説明させていただきます。でその中から1社選んでね、面接チケットを、もらってください。これも、オンラインでお送りさせていただく予定です。でこの面接チケットをもらえると社長面接に挑戦することができます。で指定されたその合同説明会、いわゆる面接ですね、これに、来ると社長と直接面接ができるということになります。でここでご案内する、求人企業の情報は全部正社員のお仕事です。派遣ではありませんので、ちゃんと採用されたらお給料がもらえるというお仕事ですのでご安心ください。でご注意ですけども、この中でね、指定した会社が時々出てきます。でそれについては人材会社の面接が1個入ります。でこの人材会社の面接が合格できないと社長面接に進めないというものもありますのでご注意ください。で時々面接前に、ね、試験があるものもあります。で試験はペーパーテストです。でこれに合格できないと、社長面接に進めないというものもありますのでご注意ください。この、ね、注意事項がないものは、チケットもらうとすぐに社長面接ができます。はい、それでは早速ね、1社目からご紹介させていただきます。O2-1、製造販売のお仕事です。ここはですね、靴下をはじめとするニットオリジナル雑貨の製造販売をしている会社です。会社の場所は大阪の交野市ですね。大阪駅から37分、学研都市線ですね、この津田駅というところの近くに会社があります。で編み機を使ってオリジナルの靴下の製造とか縫製をやったり、自分の感性でね、デザインとか色柄の提案もできます。でそれが商品化されるかもしれません。ですからデザインの勉強した方、あるいはファッションの勉強、縫製などやった方、チャンスがありますね。ぜひトライしてみてください。あと店舗での販売とかね、商品説明もお仕事としてやりますので、販売とかね、接客興味がある方も、ぜひ申し込みをしてください。ただし面接はもうすぐですね、6月15日火曜日の5時となりますので、スケジュールね、よく確認してこの時間来れる方は、ぜひ面接申し込みをお願いします。1人から2人の募集となります。続きまして2社目ですね、介護のお仕事になります。有料老人ホームでの介護のお仕事です。場所は大阪府の河内長野市ですね。難波からこの高野山に行く高野線ですね、これで河内長野降りたところに、施設があります。難波から29分便利ですね。はい、ここで老人ホームに入っていらっしゃる方に向けて食事の介助とかお掃除を洗濯といったことをやっていくことになります。で夜もね、働かないといけないシフトで夜勤もありますけど、夜勤に入ると1回6000円の手当がつきますのでね、やりがいがありますね。面接は16日水曜日の2時です。よろしくお願いします。あ、
5人募集ですからね、チャンス多いですね。はい、続きまして CAD のお仕事になります。 O2-3 が番号です。製造工場でね、 CAD のお仕事をすることになります。工場の場所は大阪府の片野市ですね。大阪駅から39分ですから、そんな遠くないですね。片野の駅から隣の駅ですね、枚方からも近い、四条の辺からもとっても近いという場所です。ここでいろんな製造に伴う補助作業もしながら、組み立てとかね、そういうのをしながら CAD もやります。ですから CAD の勉強された方、あるいは IT の勉強された方、こういった方もビザがね、取りやすいと思いますよ。そして残業手当もあるのでね、頑張って稼ぎたい、お金貯めたいという方は積極的に残業したらいいと思います。面接は17日木曜日の17時、夕方5時です。よろしくお願いします。はい、今ね、今日はこの3社だけですけども、この中でもし面接やってみたいなと思うものがあった方はですね、まずチャンネル登録をお願いします。そしてその後メールでお申し込みをしてください。でこのメールをね、送らないと面接できないです。日時を言いましたので、その時間に直接会場に来てね、面接受けさせてくださいと言ってもそれはできないのでご注意ください。でまずチャンネル登録ですけどもね、この今ご覧いただいている画面の下の方に、すぐ下だと思いますけども、この全国外国人雇用協会のロゴがあると思います。でそのちょっと横にチャンネル登録、これは日本語じゃなくてね、英語とかベトナム語とかそれぞれの言語で出てると思いますけど、ただ赤い文字になってるから分かりやすいですね。赤い文字をクリックしてください。そうすると黒い文字に変わります。それでチャンネル登録ができました。もしね、Google にログインしてない場合は、ログイン画面が一旦出ますけども、いつも使っている Google の、ログインをしていただくと、もう一回チャンネル登録できますのでね、やってみてください。その後、contact@nfea.net、 ここにメールを送って面接の申し込みをしてください。その時に皆さんそれぞれのお名前、そしてお電話番号、それから受けたい会社の番号、これをね、メールに、書いてください。で社長面接はオンラインではできませんのでご注意ください。大阪会場、あるいは東京会場、名古屋会場というところで受けてください。でもしどうしてもご自宅からオンラインでやりたいんだという方はメールにね、書いてご相談してください。個別にね、ご相談させていただきましょう。でご注意ですけども、まあね、いろんなトラブルとか、まあ、コロナのこともあってですね、面接が急に予定が変わったり、キャンセルになったりということがどうしても起きます。ですので事前にね、電話をして予定の確認をしてください。面接申し込んだ後ね、0362068058、ここに電話をかけて、何月何日何時の何ていう会社、ね、これを面接受ける予定なんだけど変わってないですかって聞いてみてください。一応ですね、予定のずっと3ヶ月分ね、スケジュールをお送りするというサービスもやってますけど、これは有料、お金がかかりますので、まあ、自分でね、お電話された方がいいかなと思います。それしてどうしてもね、電話の時は大丈夫ですよ、変わってないですよって言ってても、当日ね、来る途中でなんか事故があって、社長さん来れないとかですね、お店でトラブルがあって抜けられなくなったとか、いろんなことが起きて、ドタキャンって言いますけども、直前に急にキャンセル、これも可能性としてはあります。これはね、ゼロにできない。ですので申し訳ございませんが、ご了承ください。はい、で今日はね、3社だけでしたから、なんだこんだけしかないのか、もっとないのって思った方はぜひね、有力企業就職フェアリアルのイベントの方にご参加ください。毎日やってます。土日祝もやってます。月水金は11時から、火木土日は2時からです。毎回20社から30社ご案内しています。その中から選んでね、面接受けられます。そしてこの東京では1階にカフェがありますので、そこで無料でね、飲んだり食べたりできる券とか、あるいは10万円の特別券というのが実はありましてね、これは来てからのお楽しみ、こういうのが当たる可能性もありますので、ぜひね、土日祝休みの日とかに、いらっしゃってみてください。はい、東京会場は JR 神田から徒歩5分の便利な場所にあります。で名古屋会場も、JR の名古屋駅から徒歩5分だけ、とても便利ですね。
そして大阪会場は JR の新大阪駅ね、大阪駅じゃなくて新大阪駅、新幹線も止まる駅ですね。ここの東口を出てすぐのところのビルの1階ですので、ぜひ大阪会場にいらして、面接を受けてみてください。先ほどね、面接のやり方ご案内しました。ぜひメールを送ってください。よろしくお願いします。